が勝つかわからんぞ。すごい、カリグラさんにこんな力があったなんて。ここまで力上げてくっとはな、カリフラ。おめえなら3どころかその先まで行けるかもしんねえな。ケール、おめえはどうすんだ？私？来い、ゲール！一緒に3なんぞ！はい！あのバカ！わざわざケールまで呼びやがって！よし！イズ！二人がかりなら勝てる！ケール！カリフラー、お前らで孫悟空を叩き落としてやれ。さあ、どっからでもかかってきな。ふん、私に遠慮することねえからな。思いっきり戦いな。はい、姉さんと一緒に戦える。この私が姉さんと。行くぜケール。はい。聞いたぜ。一人でやるのもいいけど、二人で戦うってのも悪くねえな。悟空さんが押されています。やっぱりスーパーサイヤ人二人を相手にするなんて無理だったんですよ。でもそれが悟空のやり方です。いつだって自分をギリギリまで追い込んで高めていく、悟空はそういうやつです。あと一息だ。三悟空を叩き落とせ。何？いいぞ、三悟空を倒せ。行くぞケール。2対1だ。